はい、名古屋です。今日はね、東京都八王子市に来ております。東京にもね、セカチュウのロケ地がね、何か所かあるんですよね。まずやってきたのは、東海大学医学部附属八王子病院ですね、ここ。そして2人が手をつないで歩いてる場所がおそらくここなんですよね。このカット、ここの方、ここの道を2人が歩いてるとこからね。もう一緒ですからね、こことなります。はい。まあ、ここですかね、このシーン。どうでしょう。病院の外観も全く一緒だと思いますね。はい、最後、第1話の終わりですかね。緒方直人がね、病室でね、ラジオからね、あきちゃんの声が聞こえるみたいなことになって、あれおかしいと思って、いきなりね、雨の日ね、いきなり、そのラジオ局まで行くんですよね。大学の入り口の方から200メートルぐらい歩いたところにある、ここですかね。ここをね、緒方直人が歩いてたんじゃないかと思いますね。まあね、こんなところにね、本当にね、ロケ地があったとはね、思いもしませんでしたね。まあまあ知ってたんですけど、近くにあるってこと自体はね。まあそんな感じです。はい、ここね、東京都武蔵野市来ております。ここでね、勝木くんが通ってたね、幼稚園っていうのがあるんですよね。でね、桜井幸子が幼稚園を迎えに来るシーンなんですけど、ここ武蔵野中央第二幼稚園っていうところのちょうどこのカットですかね。このアングルでちょうどね、先生がいて、で、桜井幸子電話してますよね、こうやってね。ここでね、ここの方から桜井幸子が歩いてくるとね、全く同じですね、このね。はい。そしてですね、2人が歩いてた場所、一番近いの2人が歩いてたのは、ここの道じゃないかとね、思いますね。この壁の感じといいね。そして2人、で、2人が、歩いてたのはこっちの方向と、この辺を2人がね、ずっと奥から歩いてきてるんではないかと僕は思ってます。まあちょっとね、正直ね、周りの景色とかも一致するところがないので断定はできないですよね。ただね、後ろに見えてた家っていうのがあるんですよ。高い塀があって、柵がある家、それがね、ちょっとね、今あんまり詳しく映せないですけど、ここじゃないかなと思うんですよね。で、ここら辺に桜井幸子がいて、こう上の方の柵が映ってのではないかと、正直ね、全然わかんないです。で、周りをぐるっと探したんですけど、一致する場所がないんですよね。この高い塀の家とかも全くなくてですね、てっきりね、僕すぐ見つかると思ったんですよね。それがね、全然見つからなくてですね、きついよ。東京都ね、新宿区大久保に来ております。ここね、ここにね、山手線が走ってるんですけど、ここの場所がなんとね、ここまで和樹くんがね、緒方直人に会いにね、歩いてた場所ってのがね、なんとここなんですよね。こうどうでしょう、このね、街灯があって、あの線路のこのあれが見えるとね、だからここですよね。この場所、まさにここを歩いてたってことになるんですよね。はい、こんな感じですね。こっからね、なんとね、和樹くんがね、静岡県まで行くってことでね、歩いて、まあ電車乗り継ぐんでしょうけど、どうやって行ったのかなみたいなね、思ったりもするんですけど、ちょうど、街灯が見えての、和樹くんがね、勇ましい姿で歩いてるってね、なんかすごい力強いですよね。この柵がですね、ガードレールがやっぱ全然違ってますけどね、実際はね、ここですね、アングルもこうこんな感じですかね。こんな感じで、この低いアングルでね、こう和樹くん歩いてますね。はい、ちょうどね、奥に見えるこの新宿のビルなんですよね。18年前はね、まだないんですよね。このカシオビル前に来ておりますね。ここはですね、桜井幸子はね、保険の営業に来たところですよね。ドア自体はこう全く一緒なんですよね、この回転ドアはね。で、ここにね、回転ドアがあって、ここの方向がちょうど映ってますからね、この方向ですね。はい、ちょっと、桜井幸子がいたビルなんですけど、はい、こんなもんです。これ以上はちょっとね、撮れないということです。新宿区に来ておりますね。病院でね、入院してたね、緒方直人がね、事情を聞いてるわけですよ。
でラジオからね、秋のことが話されるわけですね。で、もしかしたら秋いんのっていうことで病院を飛び出してね、来た場所がここですね。はい、ちょうどここになります。ここね、この人だかりを前にこうずっとねかき分けていって、ちょうどここ今はねミュージックウェーブでありますけど、今こう特に何もない改装中ですね。今特にね、アキちゃんぽい子を見つけるわけですけど、傘さしてる女の子がもしかしてアキちゃんではっていうのでね、近くまで行くとなんと全然違うみたいなね、こんな場所が今ねここなんですね。やっぱね、この模様ですね、この模様はですねだいぶ変わってますからね。ここの実際、まあここのビルが見えて、まあ大体この辺で倒れたのではないかと思います。はい、そしてですね、ここにある何でしょう、手すりですかね、手すりとか全然違いますからね。でここを、音楽の音がねこう歩いていってのがここのシーン、ちょうど映ってますかね。でここを今歩いていくとね、こんな感じですね。はい、新宿のロケ地はそんな感じです。